食オタチャンネル。はい、本日は佐賀県佐賀市にやってきております。この辺は二毛作で、まあ、1年に2回作物を作る二毛作で有名なんですが、水田である米を作った後に麦を作れたり大豆作れたり、すごい不思議ですよね。なので今日は米のプロでもある池田誠商店の池田さんに佐賀の二毛作の圃場整備とクリークについて教えていただこうと思います。圃場整備というのはこの、パイプが入ってるのが圃場整備、圃場を整備されたんですよ。あの木の向こう側にちょっと穴が、はいはいはい、あのパイプがポツポツ、はい、ちょっと段差があるけど向こうにもあるじゃないですか、はいはい、ちっちゃいパイプが、うん、あれが要はずっと地中に埋まってるんですよ。全部ここ全部4メーターから5メーターか、あ4メーターかな、4メーター間隔ぐらいに、これあの畑の下を通ってる、はいはい、全部、だからこれは今畑作なんですよ。で右側の米は水田なんですよ。なるほどなるほど。要はあの穴を閉めてるか閉めてないかで畑作用と水田って今2種類の田んぼの種類があるんです。これそのあれ閉めるのってどうやって閉めてるの？あ、ですね、なんかなんでないかな、あの蓋があるんです。あ、蓋があるんですか。あの自分たちの会社のやつは蓋を取れるようにしてそのままチェーンで結びつけてなくすから、うん、そのままブラーンって下げてくるんですよ。ああ、じゃあ普通に筒に蓋を、はい、蓋してますするってこと、はい、普通に市販でも売ってますこの辺だと、ホームセンターに。なるほど。その蓋だけ買える。その蓋を取ると水が抜けるしってこと。あ、そうですそうです。ははは。そうすると大豆に適してる農地畑作になるんですよ。なるほど。乾きやすいから。なるほど。実際言うと これを回せば水出るんですよ。なるほど。あ、ポンプ回ってないから来るじゃないですよ、うんうんうん、大元のポンプを回せば、うん、なるほどなるほど、出るんですよ。ってことは水田になるってことなんですよ。なるほど。パイプの深さってどれぐらいのところに入れるんですか？細いやつはだいたい 1.2 メーターって言われます。1.2 メーター、うん、で、あの大きいグレーの大きいサイズのやつは見えてるやつはだいたい1メーターから80センチぐらいだったかな。で、小さい方が排水をする。大きい方は何するんですか？大きいのはあの田んぼの上の部分の水を出したり落としたりするやつ。ああ、なるほど。ポンプ場っていうんですよ、これ。ほうほうほう。で、ポンプ場がだいたい面積5ヘクタールとか10ヘクタールぐらいに1個あります。それは水を汲むためだけ、この川の水を。あ、なるほど。逆流しないようにしてます。あ、そうなんだ。あ、難しいですよね。海って潮じゃないですか、はい、でも、高さが干潮と満潮時って分かられますか？はいはい、海で分かります。逆流するんですよ。こっちが水がなかった、溜まってなかった、なるほどなるほど。ということはこっちを